ビーチクラフトキングエアキングエア C90GT ビーチクラフトキングエアはビーチエアクラフト社が開発した総発ターボプロップビジネス機同社の主力製品となっている機材として知られ軍用としても人員輸送や訓練などに広く使用されているガルフストリーム製品と並び冷戦機には連絡輸送などで活躍し多くの西側諸国で導入された機材で現在も 電子偵察型などの改良型が各国ごとに提案され、心臓が続くベストセラー機である。キングウェアシリーズは1964年から生産され続けており、これは民間ターボプロップ機の中で最長の生産期間である。現在生産されているビジネス用途の創発ターボプロップ機は、ピアチョ P180 アバンティとキングウェアの2機種のみであるが、アバンティは 少々得意な構成の飛行機であることから、コンベンショナルな機体としては唯一とも言える。キングエアは大きく分けて、モデル90シリーズ、モデル100シリーズ、モデル200シリーズ、モデル300、350シリーズの4つのファミリーが存在し、特にモデル200、300、350シリーズは1996年までスーパーキングエアと呼ばれていた。また派生型として、 主として、コミューター用途のビーチクラフトモデル99、その発展型のビーチクラフト1900が存在する。モデル65クイーンエア1960年代後半に登場した最初のキングエアは、モデル65クイーンエアをベースにターブプロップ化したものである。このクイーンエアは1960年代前半に登場しているが、当初はその開発目的であった、 兵員輸送のための太い胴体がもたらす用紙が不評であったという。しかし機体が大型化、高性能化されていくに伴い、その太い胴体の収納力や機体構造上の拡張性が威力を発揮し、キングエアでもそれが生かされ好評を博した。一方、その後登場したライバル機は、ベース機がキングエアのベースであるクイーンエアと比べて小ぶりであったことから、キャビン容量では、 キングエアにはかなわず、大柄なキングエアが不得意とする高速性能を伸ばすことに活路を見出し、細身の胴体を活かすことで300キロトン級の高速巡航を歌うようになったが、キングエアほどの成功は収められず、結局キャビン容量や用途拡張性の点で、キングエアに敗れたと言えよう。ビーチ社は、モデル300で300キロトンの巡航性能を実現したが、ライバル機と比べて、 機体価格や運行コストは高価であり全くクラスの違う機体である。その点グッドバランスであったモデル200は順調に生産数を伸ばしていった。キングエアは大型化されるにつれて力強い外観に加えて独特の高級な雰囲気を持つようになり、これは企業所有のビジネス機マーケットで強い優位点となった。ビーチ車の設計思想である機体の堅牢性や 信頼性も、さることながら、機体価格や運行コストを上回る価値を時代を超えて、顧客に提供し得たことが、シリーズとしての成功要因であろう。今なお高水準を保つ、中古価格がそれを如実に物語っている。1980年代後半には、マーケット状況にも変化が見られ、多くのライバル機は、生産を終了。 性能が向上したターボプロップ機と普及型の小型ジェット機のマーケットが一部オーバーラップするようになり、これが現在も続いている。現在もモデル C90GTX の生産が続いており、生産総数は2400機を超えている。21世紀に同じくビジネスジェット機として、 各国で引き渡しが開始された日本のホンダジェットを一回り大きくした規模の機材で堅牢な機体、高品質な作り、快適なキャビン、積載量に比して手頃な運行コストなど時代のニーズに対応し改良され続けながら現在でも世界の創発タービン車用機、訓練機、実用機クラスの偉大なるデファクトスタンダードである2009年モデルの工場引き渡し機体価格は 約290万ドル。1963年、ビーチクラフト社は、レシプロ創発機クイーンエアをターボプロップ化したモデル87の試験飛行を開始した。その後まもなくキャビンを余圧式としたモデル65から90として発表され、キングエアの愛称も与えられた。主翼構造はクイーンエアと変わるところはなく、構造的にはボナンザの主翼を 外翼として利用し、それを直線的な内翼で結ぶというツインボナンザ、同様の手法である。この内翼は、胴体とは完全な一体構造で、エンジンナセルの外側で外翼とテンションボルトによって結合されるが、その固定方法は、セレーション加工された接合面にアルミワッシャーをとも示して一気目するというボナンザ以来の特徴的な方法を取る。 特徴的な丸いキャビンウィンドウは変更フィルタの原理をうまく利用しており内側窓を回転することによって透過率を調整できカーテンを不要にしたモデル92は大きく分けて2つの系統がありそれぞれ以下のように改良が重ねられたキングエア E90 キングエアカイ90会場自衛隊の TC-90 スペック出展分100百科 週刊ワールドエアクラフトナン、no. バー552000年、デアゴスティーニシキングエア a 1九百9 6 9年5月23日に運用開始。モデル90のキャビンを延長しに座席増積したほか、エンジンを PT6A-28 に換装して出力増加し、ツインボナンザ以来使用されてきた主客を、小型ダブル式に改良して重量増に対応すると同時に単価走路。 性能出展、分冊百科、週刊ワールドエアクラフトナンバー552000年、デアゴスティーニ社キングエアビー200現在もモデル250が生産中。1974年の登場以来、エンジン出力、プロペラバネ数、アビオニクス、内装全般において改良が続けられ、モデル200だけで生産総数は2000機を超える。 モデル100をベースにエンジンをより強力な PT6A-41 に換装し、巡航性能や積載性能が向上したほか、主翼内翼を延長して、エンジン位置を外側へ移動したことで、キャビン静粛性が向上した。大出力エンジンのプロペラ交流を避けるために、TGB 翼が採用され、飛行特性の安定に貢献している。 水平尾翼に高体格のついた独特な形状をしており、この T 型の翼配置によって、モデル100より水平尾翼面積は小さくなっている。マレーシア空軍で海洋艦式として使用されている、キングウェア B200T スペックモデル B200 出展、分撮百貨週刊ワールドエアクラフトナンバー552000年、デアゴス T2 社モデル200は、 対空類別 N 類としては大柄な機体で満席、フル積載、フルタンクでは最大で陸重量を超えてしまう。そこで機体の潜在的な積載能力を最大限まで発揮できるよう T 類での運用を前提として改良されたのがモデル300である。外見はモデル200と似ているが操縦感は異なり、モデル200との比較で操ダの重さが目立つ。これは 機体重量の増加よりも、より高い高度での運用を想定したソーダワイヤの、張力の大きさに起因すると言われる。改良型のモデル350は、現在も、アビオニクスや内装全般において、改良を続けながら生産が続いており、生産数は600機を上回る。広大なキャビンの快適性、さらに増加した、積載量、フルタイクフル積載、高地 高温でも楽々と離陸可能なパフォーマンス、肩排除の安全性などによって、T 類、ターボプロップ車用機という新たなマーケットを開拓した。競合機は、サイテーションジェットシリーズなどである。キングエア三百、キングエア三百五十陸上、自衛隊の LR-2 スペック出展、分冊百科、週刊ワールドエアクラフトナンバー五十五二千年、デアゴスティーニ社ビーチクラフト社の機体は、 非常に堅牢なことで知られており、1960年代から生産されているキングエアシリーズも未だ多くが現役として飛行している。その間、アビオニクスの分野が最も目覚ましく進歩し、ソリッドステート化、デジタル化、液晶を用いた表示というように進化し、信頼性向上とともに軽量化され、より複合的に動作するのが当たり前となった。また、 飛行制度にも新しい制度が導入され、これらの状況に対応するように市場ではまだまだ価値のある古いキングエアを最新のアビオニクスシステムにアップデートする改造プログラムが何社かのアビオニクスメーカーから商品化されている。それらの多くはガーミン社製の g 1 0やアビディン社製のアンテイングラなどのグラスコックピットシステムを用いて液晶ディスプレイとリンクした FMS による フライトマネジメントを行うことが可能になる点をセールスポイントにしている。また期待面では過去のモデルに追加できるウィングレットを商品化しているメーカーもある。キングウェアシリーズの採用国。ありがとうございます。